今日提出された桑名市の笠原条例案は、悪質な笠原行為を繰り返した場合、市のホームページなどで氏名を公表する制裁措置が盛り込まれています。今後設置する専用の窓口で市内の事業者からの相談を受け付け、 弁護士などで作る対策委員会がカスハラに当たるかどうか調査するということですカスハラ防止条例はすでに東京都などが制定していますが桑名市によりますと制裁措置を盛り込んだ条例は成立すれば全国で初めてです条例案は今月25日に採決され可決成立すれば来年4月に施行されます